こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は Amazon のアカウントを作って、まあ出品を始めたら、まあ、アカウントを作ったらですね、えー、セラーセントラルは毎日確認するという、えー、確認内容、なぜ確認するのか、まあそれについてお話し,します。まずセラーセントラルの上の方にね、この旗が立ってんですけど、何かメッセージがあると、この 旗の横に数字がね、1とか2とか3とか入ってることがあります。その場合は、アマゾンからね、えー、何か重要な連絡が入ってますんで、例えばね、アカウントを作ったばっかりだったら、書類が足りないから出せとかね、あるいは、えー、無事アカウントができましたから販売始められますとか、または、まあ、商品に関してね、この商品は売っちゃまずいから取り消しましたとか、 または、あなたが質問していたこの商品売れるようになりましたとか、まあ、そういう重要なメッセージが入ります。で、このメッセージをね、えー、毎日チェックしていないというのは、まあ当然ね、チェックしてなきゃ Amazon にわかりますんで、それはまずいです、えー。毎日チェックして、まあここね、数字入ってたら、まあ、必ず文章を確認してください。それから、えー、左の方のパフォーマンスというところにね、えー、このカスタマーフィードバック、 ここ悪い評価が入ったら、えー、悪い評価の内容が入ってます。内容っていうか、評価が入りましたと。でね、低い評価になってますで。その場合はね、この悪い評価消さなきゃいけないんで、えー、その悪い評価が入った該当商品とコメントを教えてください。該当商品分かんないとか、コメントわかんないって時はね、えー、見方をナビしますんで、何しろここに、えー、何か評価入ってると、ね。見方わかんないという際はご質問ください。 この商品が分かってコメントをもらえればね、悪い商品の削除に使うコメントを作ります。で、これ、悪い評価を放っておくと売れなくなりますんでね、必ず評価ついたらすぐに消します。で、今ね、オーストラリアはまだシステム化されてないんで、なんやかんや理由をつけてね、申請すれば、えー、ほとんど消せますんでね、悪い評価ついてもがっくりせずに、すぐにその内容を教えてください。 あと、このパフォーマンスのところにね、なんか数字が入ったりメッセージが入ったら、これ結構ね、えー、ほっとくとまずいことが多いんで、えー、それは、えー、これこ、ここ数字入りました。こういうの来てますと。なんでしょうというのをね、えー、すぐ質問してください。それで、アマゾンに質問したり、あるいはね、アマゾンからの連絡があって、こっちの返答が必要だったりするものは、この右側の売上の上のね、マネージやケースログってところの、 ビュー UR ケースログをクリックすると中身が見れます、まあ、そんな形でこのセラーセントラルをねパッと眺めるだけだったら本当1分もかかんないんで、まあ、どんな忙しくてもねもうアマゾン室始めたらこのセラーセントラルを毎日確認するというのを習慣づけてくださいまた、えー、この見方がわかんないとかねこれどういうメッセージでしょうというのがあったらねお気軽にご質問ください以上天板アカデミー堀秀夫でした